きましょう。はい。山田さん、はい、今のどうだったのかな、そのタイミング。先に入ってしまいました。あ、見て、アイコンタクトして。ああ、お前パサリ。はいはい、右足で当てるの、右足、右足。さっと出て、さっと、ダラダラっと出ないで、はい、コントロール、右足ね、そう、はい、ちょっと早くないかな、タイミングちょっとダラダラ出てないかな、はい、山田さん、はい、そう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 、そう、体の向き整えて、はい、はい、ちょっと運び出して、来ました、そう、これがタッチラインで、向こうの白線がタッチラインで、いわゆるフットサルのコートのちょっと広め、ワイド、はい、でこの中で、フリーマン、ワンフリーマンと4対4をやります。だからフリーマン、はい、じゃあこっちに入って、はい、じゃあ黄色を4人出て、じゃあピンクも、ピンクいます？ピンク4人出て、ピンクで、44プラス1ね、ですよね、はい、で反対コートにその中の一人一人が行ってください、一人一人、それでこの中で3対3プラス1いいですよね。フリーマン使って。真ん中はこれ。そうそう、それ真ん中で。3対3プラス1。もう少し広く、はい、広くコートを使って、はい、間を作る。スペースをもうちょっと作る。はい、そう。守備がぬるいから攻撃のトレーニングにならないですね。でまあ、それは俺が言わなきゃいけないです。まあ、とりあえず今日は聞いてください。あとは、はい、最初にやっぱり頂点というかターゲットを見て動かす、うんうんうん、最初にターゲットを見ないとダメだよね。縦の軸をまずメインにしないとダメでしょ。そこを見ながら行くで、守備が弱いからすぐ行けちゃう、これあんまり良くないでしょ。だから守備ちょっと頑張って、はい、もう一回いきますよ、はい、はい、そう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 、おー、ナイスです、はい、そう、攻撃をご意識して、みんながボールに関わる、さっきやったよね、で、パスコーンやったよね、はい、はい、そう、サポート、今度サポートだよ、正しいポジションにサポートしてあげて、はい、あ、ぶちゃん、はい、シンプルにシンプルに、いや、どうした、ディフェンス、はい、そまそまそま、移動して、ディフェンス頑張れ、ディフェンス、おー、そう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 、入れ入れ、全員入れ、そう、ピンクアップ、そう、入れ、そう、はい、そう、ナイスだ、どうだったのかな、今のタイミング、そうそうそう、ナイス、いい絞りだ、ディフェンスはいいよ、それで、はい、はい、
はい、続けて続けて続けて、岩下どうなってんの、おーサポート、はい、止め止め止め、はい、やけやけや、はい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 、そうそう、ナイスアクション、はい、そう、もうちょいもうちょい、あと10秒、そう、体の向きどうかな、岩下コントロールの向き、そう、ナイス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 、体オッケー、山下の方向いてこいつが食いついたらこっち山下さんできる、そしたらさっきのスライドができるわけね、はい、守備の、そうですね、そこに出した方が良かったか、もうちょっと時間作った方が良かったか、うんうん、本当はこっちでこういう取られないようにしましょうとか、本当はこれビルドアップだとしたら鈴木さんだったらここ外す、ここキーパーこうやって、うん、ここ外す、いやこの黒いマークのやつ、いいよその判断でもいいよ、はい、どうですか、自分の黒のチームだとしたら、うん、これ、あ、まあ、うん、スルーション、はい、で、これ書くよ、はい、こういったマークをつくと、これいなくなるから、で、これでまあ差し込んで、どっかのタイミングでいけると思ったらこの人に行ったら、だけどここを一番最初から外してて、ここに3人いたらどんどん通されちゃって、うん、展開されるから、これが一番最初のスターティングのオーガナイズにならなきゃいけない。だってここをこいつらビルドアップだからボールを動かします。でもここに通されちゃうとターンされるから、ここは絶対に蓋しておきます。でもそしたらボール取れないじゃん。じゃあこの人たちを回しておいて、チャンスだと思ったらこの人は行く。縦狙いながら、もうこの時点でちょっと違ってくるよね。フリーマンは真ん中に行ってくださいっていう方向にすると分かりやすくなる。だから守備の時も言ったけど、3枚と2枚を崩さないでください。3枚と1枚を崩さないでくださいっていうのはそういう、あの働きかけが減少が出やすくなる。ポジション取れ、ポジション取れ、真ん中真ん中、近いよ、近いよ、いいよ、そしたらこっち、はい、はい、前に、前見ろ、安定させて前を目指すと思うんですけど、まあ、そのパスのスピードとかでも変わってきますね、ラインとなんかこう前に行かなきゃいけないっていう、うんうんうん、はい、プレッシャーがなかったら多分緩いパスでもいいと思うんですけど、うんうん、この使い分けがちょっと難しいし、まあこうゴールに攻めるっていうよりも奪われないようにしながら攻めるっていう、そういうなんか気持ちメンタルが必要かなと思ったんですけど、なんか最初のグループはすごく、まあ、前に行こうとしてチャレンジするんだけど、それうまくいかなくてわさわさしちゃってるみたいな、で疲れてくると皆さんあんまり前行けなくなって、必然的にボールがこう回るようになるっていう感じかなと思うんですけどね、だからあとはその一番遠くの人のボールから一番遠い人が何してるかなっていう、で比較的すごくアラートに、伊藤さんなんかはアラートにしてて、サイドチェンジのさっき 40m のキックのボールがそのまま生きたみたいなシチュエーションがあったんで、まあ、ボールのあるところだけをこう見るんじゃなくて、ボールが遠いところの選手が何をしてるのかなっていうのが一つと、それとちょっと気になったのはやっぱりパス出すとそれでもう休むっていう、
安心しても休んでポジション取れないっていうのがすごく気になったんですけども、まあ、体力的な問題もあるんでしょうけど、まあ、その辺のところですね、ボールが離れたところの選手のクオリティと動きのいわゆるアラートな部分とパスした後のポジション取りみたいな、まあ、そこがもうちょっとちゃんとすればもっと楽にボール回せたのかなっていう感じがするんですけど、ビルドアップやっぱキーパーから参加して多分やることだと思うんで、まあ、代表クラスでもそういった後ろセンターバックと関わってやってるんで、その辺はコーチングしながら、であんまり出てこなかったんですけどキーパーとポジションがかぶっちゃうとかそういうのも出てくると思うんで、その時には少しそこを注意してみたらどうかなと思います。じゃあ右入れましょうか。最後ゲームやって